おはようございます。ハートありがとうございます。おはようございます。バラありがとうございます。おはよう。今日の昼公演よろしく。ありがとうございます。今日はね、昼夜公演です。かわいい人ありがとうございます。なんか今日夢で怖い夢見た。なんか自分が呪われちゃって自分が呪われちゃって、その呪いを解くためになんか呪文を教えてもらってたんですよ。それで公演休んで、七天門公演休んで自分が呪われたせいで、でなんかすっごい怖いお化けが出てきて、めっちゃ叫んで呪いを解くためにいろんな呪文を唱えてた夢見た。ちっちゃいもん公演休んだから、なんかツイッターで謝罪の文ツイートして、さすがになんか呪われたって言ってもおかしいから、体調不良でって言ってツイッターでそう、本当は呪われて、その呪いを解くためにお休みしたんだけど、でもそれを信じてもらえないから、まあ普通におかしいから、呪いを解くためにっていうのも、だからツイッターでは体調不良でお休みしてしまってみたいな文章でツイートしておはようございます。わかる、ちょっとリアルツイッターで謝罪してるのめっちゃおもろいおはようございます。なんかすっごい怖い見た目のお化けだったの。怖い見た目のお化けだからすごい怖かったの覚えてる。すごい怖いっていう印象があったの覚えてる。おはようございます。怖かった、めっちゃ怖かった。呪文覚えてる？それはさすがに覚えてない
それはさすがに覚えてないんですけど、なんかめっちゃいろんな呪文なんか唱えて、でもなんか見つけられなくてっていう。おはようございます。それでちっちゃいもん公園休むっていうそこだけなんか謎にリアルでおもろいよね。みんなギフトありがとうございます。眠そうな顔もいいです。めっちゃ眠い。おはよう。今日が公演だからリアル。うんね、多分なんかしかも次の公演は出れますみたいなツイートしてたから、多分地味にちゃんと2回公演だった。夢の中でも夢の中でもちゃんと2回公演でした。おはようございます。ハートありがとう。そう、そんな感じだったなんかすっごい、とりあえずお化けの見た目がすっごい怖かった。お化けの見た目がめちゃめちゃ怖くて、それで本当にもうめっちゃ叫んでっていう夢だった気がする。ありがとうございます。配信終わったらバカウケ展望台行ってきます。お、嬉しい。いいな、見てきてください。ありがとう。ぜひ一人で唱えてた。なんか誰かがひなにその呪文を教えてた記憶はある。でもちょっとわかんないけど、誰かがひなに呪文を教えてくれて練習してたみたいな。夢には他のメンバーも出てきた。うん、出てきたっていうか、なんか他のメンバーがひな以外のひな以外で集合した写真ツイッターに上げてたの見た。昼公演ありがとうございましたみたいな。ひなはさ、もう呪われてて休んじゃったから、その呪いを解くために体調不良って嘘ついて休んでた。他のメンバーがなんかツイッターに集合写真、ひな以外の集合写真、公演ありがとうございましたみたいなあげてたの見た登場としては登場してないけど、そのツイッターを見たって感じ。そう。おはようございます。おはよう。わかる。なんか微妙にリアルなんですよ。おもろい。おはようございます。わあ、なんかお化けの見た目すごい思い出せそうなんだけど思い出せない。なんかすっごい怖い見た目のお化けだったの、めちゃめちゃ。
思い出せないな。花束ありがとうございます。おはよう。どうだったっけな、なんかめっちゃお化けだった。めっちゃなんかビクってなるような怖さ。おはようございます。ディメンターみたいなやつ。うん、顔はあった。顔がめっちゃがっつりあった気がする。お化けの顔がディメンターみたいに顔わかんないって感じではない。おはようございます。最終的に呪いは解けたんだろうか、わかんない、わかんないです。覚えてない。覚えてないんですよ、そこが。顔があると怖いな。そう、顔がねあった。しかもなんかそのお化け有名で本に載ってたの。そう、ひなを呪ったお化けがなんか2体いたんだけど、1人が男の人で、玄関から狙ってくるタイプで、もう1人が女の人で、ちょっとどういうタイプかその人は忘れちゃったんだけど、2人とも有名なお化けだったの。有名なっていうか、別に今この現実の世界で知ってるとかじゃなくて、その夢の中では有名だったの。夢の中では有名で、本に載ってるタイプの二人だったの。だから絵に描かれてたのね、その二人がどういう顔してるかっていうのが。その絵がすごい怖かった印象ある。本人の顔を見た時の怖さよりも絵の怖さがすごくて、その誰かがその本を作る時に、その有名だから二人どういう感じのお化けですよっていうのを説明するために二人の顔を描いたの。絵を描く人がね、それがすっごく怖くって、それをめっちゃ覚えてる。っていう。バラありがとうございます。すごい男、一人男だったんだけど、男の人の、男っていうかまあおじいちゃんみたいな、そう人が、お化けがひなを乗ろうとしてて、すっごい怖かった。絵が、実物より絵が怖くって、それが怖かった。ハートありがとうございます。そうそう、めっちゃ怖かった。怖かったです、めっちゃ本当に怖かった。しかもなんかすごい、今日の公演なんかめっちゃウキウキなんですよ、なんか。なんかすごくで、なんか昨日寝る前とかに、今日髪型どうしようかなって決めて、なんか今日楽しみにしてたから、夢の中でその
昼公演出られなかったことはすっごいショックで、夢の中でね。その現実でもすごい楽しみにしてたせいか、夢の中で昼公演に出れなかったのがめっちゃ悔しい、なんか悔しいっていうか、自分が呪われたせいで昼公演に出れなかったのが本当になんか嫌でそう、せっかく髪の毛考えたのにとか、なんか夢の中で思ってた気がするハートありがとうございます。おもろいっしょ。おもろいんですよ。昼公演前に昼公演前に呪われないように気をつけ、ませ夢にならないようにしないと剣玉が成功する前兆だったり、それだといいけどね、それだったらいいんだけど、いろいろ公演に向けて考えてた。そう、なんか昨日寝る前になんかめっちゃ今日の公演のこと考えてたから、多分そういう夢見た気がする。そう、自分が魔法使う夢面白いね。いやでもなんかどっちかというと魔法というよりは、あのなんて言うんだろう、あの日本系の魔法ではなかった。魔法を使ってるわけじゃなくて、なんて言うの、なんか除霊してる的な魔法ではないかな、なんて言うんだろう、なんか除霊の生阿弥陀仏みたいなのを唱えてる感じだった。洋風ではなかったです和風でしたそう、おはようございます。レントありがとうございます。嫌な夢見た後は大抵いいことが起こりますありがとういいこと起こるといいな。これほんと怖かった。もうほんとお化けの見た目がガチで怖すぎて覚えてる。うん、お化けの本体を覚えてるというよりは、あの本に書かれてた絵を覚えてる二人が有名すぎてもう本になってた。テントありがとうございます。まあね、なんかそれでうわー、なんか思い出せそうな気がするけど、微妙に思い出せない。さっきからなんかそれで。それで
夜公演に向けてなんか一回寝る時間があって、いとこのお母さんの怖くって自分が呪われてたから、だからいとこのお母さんに一緒に寝てもらってっていう時に、うわーなんかね、いとこのお母さんに一緒に寝てもらっててっていう時に、またそのおじいちゃん男の方のお化けがひなを呪ってこようと襲ってきたの、ベッドにいる時に。そう、もう夜公演に向けて、夜公演に向けてなんかやろう、寝て寝ようとした時になんか襲ってきて、それでひながなんかわーって言って、呪文みたいなものを言ってなんか怒ってた気がするちょっと思い出せない。これ以降、ハートありがとうございます、海のギフトありがとうございますっていう夢でした。今日はちょっと無事に昼公演出れますように怖いわ、なんかマス夢にならないで、本当に無事に昼夜公演出たいと思いますハートありがとうございます。ではランキング読みたいと思います。電車の中も気をつけ、そうします。無事に劇場で会いたい、ありがとう(笑)いつもお化けの話してて好きなんだ、いや好きなんだよね本当にお化け、いや実際見るのは好きじゃないけど、あのそういう怖い話とか大好きなんですよ、怖いドラマとか。ランキング読みます。13位ゆっけんさんありがとうございます。12位サバサンドさんありがとうございます。11位うちーさんありがとうございます。10位日焼けさんありがとうございます。9位犬さんありがとうございます。8位たけろんさんありがとうございます。7位よしかずさんありがとうございます。6位ましょうさんありがとうございます。5位アンドゥさんありがとうございます。4位うん変わった、13位うっちーさんありがとうございます。12位日焼けさんありがとうございます。11位犬さんありがとうございます。10位ととちゃんさんありがとうございます。9位てけるんさんありがとうございます。8位よしかずさんありがとうございます。7位ましょうさんありがとうございます。6位アンドゥさんありがとうございます。5位ヤッキーさんありがとうございます。4位きのこリゾットさんありがとうございます。3位ゆずきちさんありがとうございます。2位ケイワンさんありがとうございます。1位うにゃにゃにゃさんありがとうございます。はい、ということで配信これで終わりにしたいと思います。今日は昼夜公演よろしくお願いします。ちょっと無事にお化けに呪われず出れるように気をつけます怖い、もう本当にお化け。では皆さん今日も一日頑張りましょう。いってらっしゃい、ありがとうございました。いってらっしゃい、またね、朝からありがとうございます。いってらっしゃい、バイバーイ。